れ、恵んでやろう。
よう、同志。町の治安を見ての通りだ。さすがだね、助かったよ。そっちの趣味は？なんとかなったよ。そりゃよかったな。じゃ、俺たちはそろそろ出ていくぜ。警備隊も活動を再開したし、別の依頼も入ったんだな。私たちも宿で一休みしましょう。うん。ノルミンの力って面白いな。顔ほどじゃないけど、ノルミンさんたちのお助け能力は素晴らしいですわ。それぞれ効果も違いますし。顔は完全に同じなのにね。組み合わせ方で効果が変わるんだよな。生意気すぎ、ノルのくせに。はい、組み合わせられるノルミンさんの数も増えていくはずですわ。ノル×ノルイコールノル地獄。ノルミンに厳しいよね、エドナは。別に、ただちょっと因縁があって問い詰めたいことが77個、苦情が108個、訴えたい案件が32個あるだけよ。複雑なんだな。今日はゆっくり休もう。明日になったら立つのか、マリンド。うん、そのつもり。なぜだ。お前は。なぜだ。何が。天族？やはりこの方について。なぜマーリンドにとどまらない？突然何なんだ。ガキは黙れ。同志に聞いてるんだ。なぜ町を救った恩と称賛を捨てる？なぜそうまで自分を犠牲にする？ここでできることはやった。別の場所に知りたいことがある。それだけだよ。変わってるな。そっちこそ。あの者たちは？わからない。けど、俺以外にもいるんだな。天族と一緒の人間が。暗殺者だけどね。あんな奴のことはどうでもいいさ。問題は、僕たちがどうするかだ。行き先は、スレイ。決まってる。ローランス帝国だ。いいですね。氷魔にも遺跡にも国境線はありませんし。よね。ロハンさんたちに挨拶していきましょう。ああ、そうだね。
うまくいったみたいやんか。少しずつだが、大樹に祈りを捧げる人間も戻ってきた。俺も頑張ってみるよ。よかった、これで安心して旅立てる。行ってしまわはるんか。アタックさんもお元気で。私は残る。え、だって正式にイロハン様を祀る人を見つけた方がいいだろうし。アリーシャ、もしかして。レディレイクにマーリンドの状況も報告しなくては。バルトロたちのほとぼりも冷めた頃だし、一緒にいたらまた巻き込んでしまう。もちろんもっと一緒に旅をしたい。ただ、スレイさん、今までありがとう。アリーシャ、こちらこそありがとう。スレイ、雰囲気作りすぎ。一生の別れでもあるまいし。頑張るよ、汚れのないハイランドを作るために。俺も俺の夢を追う。旅の無事を。また来てーなス。帝国が攻めてきた。なんだって。戦争が始まるのか。マリンドの者たちには君が知らせてくれ。自分は都に。怪我してるのに無茶だよ。一刻の猶予もないんだ。気をつけて、くれぐれも無茶しないで。ありがとう。パン！さあ、みんなに知らせましょう。野郎ども、仕事の時間だ。たっぷり都の連中に実力を見せつけろ。俺も行く。そうだな、彼らをみすみす死なせるのも寝覚めが悪いだろう。いけません。同志が戦争に介入すれば、手を貸した陣営に勝利をもたらしてしまいますわ。じゃあ黙って見てろって言うのかい。そうよ、人間たちが落としどころを見つけるしかないの。同志の力があれば救える人たちもいるじゃないか。ハイランドの人々は救えるかもしれません。ですが、その代わりにローランスの人々は救えないか。そう、それが戦争。戦争に正義も悪もないんだから。同志の力は世界のありように大きく影響します。まして戦争に介入するとどれほどの歪みを生み出すか。わかった、ルーカスたちも村の人と一緒に避難してもらおう。それならいいだろう。はい、じゃあ早速ルーカスに話そう。さっきの調子だとすぐにも出発するつもりかもしれない。うん。スレイさん、そういえば書庫の鍵を。そうだった、ネイフトさんに返さないと。
ネイフトさん。おお、スレイ殿。これを届けにアガサさんから頼まれていたんです。書庫の鍵じゃな。わざわざ片付けない。俺、大人になったらマルトラン様の後を継ぐ二代目の青きバルキリーになるんだ。男はバルキリーにはなれません。マルトラン様の弟子になるのは私です。そっちこそ無理だね。お前の服青くないし。いいの、お母さんに青い服買ってもらうし。大人気だな。マルトラン殿はこの町の出じゃからの。後継ぎが皆亡くなり、彼女が継ぐことになったんじゃが、責任感は人一倍だが、とても体の弱い子じゃったから、さぞ厳しく自分を鍛えたんじゃろう。バルキリーと恐れられるほど。逆なんだな。逆？うん、おかげで一つ分かった。はっはっは、よく分からんが、お役に立てて光栄じゃ。もう一個聞きたいんだけど、同席っていうのを知らない？同席なら一つ持っとるよ。町の復興を願って聖堂に納めてきたところじゃ。譲ってもらえませんか？調べてることがあって。おかならぬ同志殿の頼み、どうぞ持って行ってくだされ。ありがとう。ルーカス、村の人たちと一緒に避難してほしいんだ。なぜだ？戦場は俺たちの仕事場だぞ。それにせっかくマーリンどもここまで立ち直ったんじゃないか。ローランス軍にめちゃめちゃにされてもいいのか。俺はルーカスたちが心配なんだよ。お願い。グリフレット川を越えた先まで避難しよう。悔しいな。ようやく活気が戻ってきたこの街を見せるのが。大事なものははっきりしてる。かなわねえな、同志殿には。よ、野郎ども、住民を連れて北のグリフレット川まで避難する。そのつもりで準備しろ。ありがとう、ルーカス。同志もしっかり準備しとけ。橋もまだ完全には復旧してない。しばらく川辺で野営になるかもしれんからな。うん、わかった。こっちはいいぞ。私はハイランド軍師団長ランドン。同志はいるか？俺です。貴様が？ランドン師団長殿、同志に御用でこの戦列か？貴様は子たちの傭兵団ルーカスだな。ちょうどいい。貴様も聞け。アリーシャ殿下の件だ。アリーシャ殿下の同志を利用した国政の悪評のルフとローランス帝国進軍を手引きした疑いにより、その身を拘束した。ハリー社はそんなことしてない。間違いだ。俺は逮捕ではなく容疑だ。同志、なんだか雲行きが怪しくなってきたわね。同志スレイが力を振るい、この戦に勝利をもたらせば、その容疑も晴れるであろう。バカな。スレイさん、受け入れましょう。仕方ないかもね。もしこのままアリーシャが命を落としたら。はい、スレイさんは自らを責めてしまうでしょう。
そうなるといくらスレイでも汚れと結びついてしまうかもしれない。そう言いたいなね。汚れた同士は戦争なんかとは比べ物にならないほど世界を悪い方向へと誘うわ。ほら、さっと行ってさっと終わらせよう。きっとなんとかなる。僕たちがついてる。俺が戦えばアリーシャを解放するんだな。勝利をもたらせばだ。俺たちも行くぜ。やっぱ戦いもせずに逃げることはできねえよ。俺たちには数々の戦いで得た誇りがあるんだ。よかろう。指揮官は私だ。それを忘れるなよ。では同志、戦場で待っているぞ。なーに、俺たちがいれば同志の出番なんかないって。スレイさん、顔を上げてください。さっき言ったよな、僕たちがついてる。馬鹿正直に戦争に付き合うことはないわ。面倒だし適当に終わらせましょう。みんなありがとう。聞いてた。ひどすぎ。戦争なんてほっといたら？あいつらあんたを利用するだけ利用して、アリーシャ殿下も殺しちまうかもしれんぜ。やっぱり行くよ。けど、アリーシャ殿下のことは俺たちみんなが濡れ衣だって分かってる。これからレディーレイクに行って直談判してみるさ。うん、評議会もさすがにこれだけの民の声を黙殺はできんじゃろうて。だから安心して行っといで。必ず帰ってきてね。うん、待っておりますぞ。ありがとう。みんな行ってくるよ。まったく、なんでこんなことに。今回の相手は人間、しかも戦争。それが問題ね。はい、退けるためとはいえ人を傷つけなければならない。それはスレイさんの心の痛みとなって汚れを生む原因になるかもしれません。そんな、それじゃ同志が汚れないよって針の穴を通すようなものってことじゃないか。それが人と関わるということ、そしてそれが同志の道なのですわ。アリーシャのことパーッと忘れちゃえば簡単なのにね。できるわけない。わかってる。だからあの子は同志なんてやってるんでしょ。ええ、覚悟を決めなきゃってことだな。僕も。
せない。さあコマハマン続けていくぞ。一刀両断にかけろ。こちら騎竜レンガ団。そこださあ実戦鎮座し、はあ、おとなしく眠ってくれ。これどうだ。僕も天族として力をつけたい。Thank you.